こんばんは、おいでー、はしゃいでー、みんなで楽しむ、みんなが集まればレッツパーティー、私たちお茶メンタルパーティーです。よろしくお願いします。はい、ということで本日のリリーベは制服でーす。やったー。はい、せっかく制服ということなので学生時代のちょいエピソードを入れながら自己紹介をしていきたいと思います。はい、どうぞ。じゃあいきます。はい、高校生時代この制服でリアルに通ってました。ゲン。はい、いつも手ぶらで行ってました山川さくらです。ギャルやん。ギャルだ。さくらって呼んでもらわんでいいの。さくらって呼んでください。せーの、さくら。ありがとう。はい、高校時代自転車、間違えた、中学も高校も自転車通学だったんですけど、帰り道、自転車に乗りながら自転車ごと田んぼに落ちました。どういう状況ですか。ゆなちゃんって呼んでください。せーの、ゆなちゃん。ありがとう。心配。はい、中学生時代、うん、なんだっけ、あ、なんやねん。中学生時代バスケ部をやってたんですけど。ほんまか。本当です。やってたんですけどセンスがなくて背が伸びなかったので中退しました。遠山美代香です。美代香って呼んでください。せーの、美代香。タイムじゃないの。タイムさせられた。学校のバスケットボールや思ったら美代香ちゃんやったみたいな。おい、誰のボールや。おいねえ、さっきの名前ですか。いいよ。はい、そうだよ。はい、学生の時部活で声を潰しすぎてあだ名がプロレスラーと平泉成さんでした。日向芽衣です。日向って呼んでください。せーの、日向。ありがとう。高校生時代の時にやってたことを言おうと思ったらまさかの高校の時の先生いるんですよ今日。だからちょっと言えないなって思ってますけども、ズーム授業を毎回電車の中で過ごしてました。下谷あゆです。あ、やってください。せーの、あゆ。